それで、補足しておきます。それで、例えば G の、オーダーってやると、ガロア群の因数がこう出てくるわけですが、こう、タイプのこう G でこう見てやると、この G という変数がどういうクラスに属しているか、どういうクラスのインスタンス変数かというのがわかるわけです。で、まあ、こういう、政治リング、こういうクラスにこうあるわけですね。で、まあ、オブジェクト指向でこれ詳しくやるんですが、例えば G の受け付けるメソッド一覧ですね。それをこう、やるのは、dirg ってやると、メソッド一覧をこう見ることができます。まあ、たくさんメソッドを受け付けてくれるわけですね。で、ちょっと、ここまで、こんなたくさんです。で、まあ、この dirg とやると、g の受け付けるメソッド一覧がこう出てきてですね。で、ここで、例えば、オーダーってあるはずです。opqr で、例えば、ここでオーダーとかいうのがこう出てくるわけですね。それで、例えばですね、g について、例えば G のドットの今出てくる、サブグループってやると何が起きるんですかね。2個もっと引数いるとか、まあ言っているので、まあメソッドとしてはちゃんとあるんですけど、もうちょっと引数も加えなきゃいけないというわけです。それで、例えば、プロットの例えば X の3乗、まあ 3x にしましょうか。3x で、それで x は、例えばマイナス π から π まで、こうプロットするとしましょう。で、まあ、こんな風に出てくるわけです。で、例えば、プロットの、sin の y ってやると、今度はですね、こんな風に、ネーム y が、ディファインド、定義されてないと言ってます。で、やっぱりタイプで見ると、どういうクラスの、インスタンス変数か分かって、政治シンボリックエクスプレッション、エクスプレッションというクラスに、属しているということが分かるわけですね。で、タイプの Y っていうのは、まあ、まだ定義されてないと。で、X というのは政治マスを起動すると、自動的にこんな風に定義されるわけです。で、例えばこのバーの y ってこうやってやると、y が x と同じクラスの要素になるわけですね。例えばタイプ y ってこうやってやると、今度は、さっきの x と同じクラスに属しているということがわかるわけです。で、こういう風にしてやってプロットってやると、今度は正しくこうグラフを書いてくれるというわけですね。というわけで、この dir とタイプというやつは便利なので、覚えておくといいと思います。